時刻は深夜12時30分を回りました。明けましておめでとうございます。ネオジャポニズムの福田美優です。明けましておめでとうございます。ネオジャポニズムの朝倉愛です。はい、明けましておめでとうございます。学年則の奥田です。さあ、ここからの30分は戦うがコンセプトのアイドルグループネオジャポニズムのメンバーがラジオで様々なことにチャレンジするネオジャポのファイトフォーザレディオのお時間でございます。イエイ。2024年一発目、はい、はい、頑張っていきましょうよ。頑張ります。気合い入れてね頑張ります。行きましょう。今年もね越せましたから。そうです ね迎えることができました。はい、もう20年ぐらい続いたらいいですね、この番組ね。長いっすね。でもそれでネオジャポニズムも20年ってなったら、多分もう20年後の時は、うん、アイドルじゃないんやろね。そうですね、きっと。そしたら女優さんやってたりとかいろいろやってんでしょうね。20年後ですよね、うん、私40代になってるんですけど大丈夫ですか。クッキングママ。クッキングママママクッキングママになってんの。ママ普通に料理作ってるお母さんじゃないのそれは。別にクッキングパパはアニメやったけど、その主役になってるの。そんなのあるんだ。クッキングパパっていう、えー、うん、お父さんが料理してるやつ。知らずに言ったん、うん、奇跡的な合致してるやん。合致が起こってますけれども、さあ、今日と明日とね、お正月休みでゆっくり過ごしてる方もいると思いますけれども、このお正月におすすめのイベントを私奥田が紹介したいと思います。正月三が日を含む1月15日月曜日まで池袋パルコにて展覧会龍が如く散った男たち展が開催されております。ーゲーム内で散っていったキャラクターたちをシリーズの2人の主人公桐生一馬と春日一番と共に振り返りながら、葬儀、今和の際、慰霊碑をめぐる体験ができる展示内容となっています。また葬儀場ゾーンでは入場受付でお渡しするお花を好きなキャラクターの家に献花できるという。へえ、痺れますね。ちょっとわからないんですけど、私ワンから全部やってますんで。わー、すごい。じゃあこれなんかあれあるんですか、うん、亡くなった方、あのね、テーマが、うん、言うたら極道組織の構想みたいな感じやから、うんうんうん、やっぱりその相手方がこうね亡くなることが多いんやけど、そこにもドラマがありすぎんのよ。なるほど。俺マジで人生で大事なことの4割は龍が如くに学んだ。4は間違いなく、少なく見積もって4ね、下手したら10の可能性あるからね。すごい。そんなめっちゃかっこいいね。そのでもなんかあれですよね、うん、男性にとってはなんか、うん、憧れじゃないけど、そういう憧れではない、損得感情抜きで、うん、自分の信念で動いていく感じ、うん、でめっちゃ敵兄弟で、言うたら関東の極道組織の主人公なんやけど、うんうん、関西にも極道組織があって、ああ一体その組織とかで戦っちゃったりするね、一人やね、でも行くのよね、桐生一馬は。桐生一馬は亡くなってないんですか。おそらくそろそろ。あらら。で、シリーズごとにちゃんと年齢取っていくのよ。すごい。じゃあだんだん老けていく。そう。だから1が出たのが2005年やから、1が出てからもう18年19年経ってるわけよ。すごい。でその時が38歳か39歳の設定やったから、もう50、60前ぐらい。あら、そうなんだ。だからおそらく桐生が死ぬっていうところも描くんやろうな。すごい。いやーマジで一生喋れるもん、龍が如く。じゃ1個めっちゃ好きなシーンだけ言っていい？あ、言ってください。1ね、1で桐生が孤児院育ちやねんな。で孤児院で一緒に幼なじみやった錦山ってやつと一緒に極道になんねんけど、うん、その錦山が自分のところの組長を殺しちゃうのよ。うん、で錦山には病気の妹がおったから、桐生がその罪をかぶって刑務所に入んねんな。うん、でそっから18年19年ぐらい出てこられへんねん、桐生は。でいざ出てきたらさ、うん、もう浦島太郎やんか、うん、19年も刑務所おったら、うん、だから町神室町、まあ実際歌舞伎町、うん、モデルにしてる町行ってももう何か分からへん、携帯電話って何みたいな感じやねん。でもその錦山はまあ言うたら親友やから、うんうん、こう迎えに来てくれと思うやん、うん、もう錦山も変わっちゃってて、お前のせいやんって感じ。そうやんか、責任負えよ負えよってなんねんけど、まあ錦山は錦山で桐生が19年いる間にやっぱりいろいろあったのよ、うん、その中で。あ、でも何が何だか分からへん状態で桐生が1日こう歩き回っていろんなとこ行っていろいろ調査するんだけど、なんで錦山が変わったかも分からへんし、うん、なんか変なことになってるね、自分がおった組が。でそこでずっとシリーズにずっと出てくる
はるかっていう女の子と出会うんやけど、うん、そのはるかっていう子がまあ事件の鍵をめっちゃ握っててんな、うん、でここからずっと一緒にやっていくんやけど、その時にはるかを助けた時に歌舞伎町のヤンキーがなんか子犬に石ぶつけて遊んでんのよ、バーンって、うん、でも、ま、正義感はあんねんけど、うん、言うたら職業極道やんか、うんうん、ってことは基本的には一般の方に迷惑をかけて生きてる人たちにもなる、うんうんうん、でもあるわけやん、うんうん、だから弱い者いじめすんなとか言われへんわけよ、うんうん、普段してるわけやから、うん、やれんけど桐生はそれを助けんな、うん、投げた石をバシってキャッチして、うんうん、重くその何十人もいるヤンキーに投げ返すんやんか、うん、でなんかそのヤンキーがバーッとブワーッともっと集まってきて桐生ボコボコにしようくんねんけど、うん、お前ら弱い者いじめすんなって言わずに桐生が言ったんが、ちょっとここはもう桐生の声色も入れてね、俺は今日大変な一日だ、いろいろ気が立ってんだよ、運が悪かったんだよお前らはってボコボコにすんねん待って自分待って似てるか似てないかは分からないけど、すごいこもってましたね。そう、初めて聞いた声そんな声出るんですね。出る。俺声優やってますか。いや、やってないけど関西のラジオで桐生一馬好きすぎて1時間桐生でやったことある。やばじゃあめっちゃそっくりなんですね。桐生でお悩み相談とかしてたもん。やばえ、じゃあ今日ずっとその声で。いや、しんどいって。あとテンポ出へんねこれ、圧倒的に遅いから。だってすごい今何言ってるか入ってこなかったけど声がよかった、入ってきました。そうなんですよ、桐生キャズマだっていうね。そうやね、かっこいいのよ。めっちゃ好きやん。ということでね、何がということでなんかわかんないけど。ということで今夜もね、最後までぜひお付き合いください。はい、今夜の1曲目は私が最近ハマっているアニメのオープニングです。はい。緑黄色社会で花になって。まず、キリュウ。キリュウな。じゃあゲームをやってるってことですか。ゲームやってる。なんかドラマみたい。めっちゃドラマ、もうあのムービーもめっちゃ多いね。だからもうその何週間やり込み要素があんのよ、うん、キャバクラ行ったりとか、いろいろあんねん、なんかサブストーリーとかも。その私が知ってたそのキムタクのやつはあるんですか。まあ、キリュウとは絡まへんけど、うん、同じ町でキムタクは探偵。え、そう、なんかそれ殴ったりするやつあります？そうそう、あ、それやったことあります。ボッコボコにする。それならやったことある。キムタクがごとくって言われてるもん。あ、そうなんだ。そう、それはありますね。同じぐらい面白いからね、ぜひね、やってほしいわ。長そうですね、でもね。なんかムービーだけで多分14時間ぐらい。うわ、なんかドラマ、ドラマ。どっちゃドラマ。インター FM ネオジャポのファイトフォーザレディオ、ネオジャポニズムの福田美優と朝倉愛と学天則の奥田がお届けしております。さて、たくさんメッセージいただいてますので読んでいきたいと思います。はい、ラジオネーム通りすがりの白い犬さんからです。うん、愛ちゃん、美優ちゃん、しゅうちゃん、こんばんは。こんばんは。なんや、なれなれしい。最近ミスドをテイクアウトにするか店内で食べるかで娘と喧嘩しました。まあいい喧嘩ですね。かわいい。うん、愛ちゃんと美優ちゃんはお互いの誕生日月にディズニーに出かけたりするほど仲がいいと聞きますが、何か小さいことで喧嘩したことはありますか。面白いエピソードが出てきそうなので楽しみにしてます。喧嘩、あ、いや、マジで喧嘩はしたことないよね。そうですね、なんか言い合いとか普通に言いたいこと何でも言える関係だから、うん、いや、こうじゃないこうじゃないとかはあるけど、うん、なんかガチの喧嘩も喋らないとかマジでないです。ないんや。マジでない。出会ってからで何年ぐらい経ってんの。どんぐらいだろう。高校高2ぐらいの時から出会ったんで、うん、じゃあもう結構5年以上かな。10代の時から出会ってるとこだもんね。うん、そうですね。二十歳もなって、え、同い年なの。いや、差はある。愛が1個だけ上で。上なんや。うんうん。でもそうだな、私が高2の時か。うん、そしたら何歳だその時。17とか7 6とか18 19 20 21 22 23。もう7年ぐらい経ってる。やば、長いね。でもその間に喧嘩ないってすごいね。ですね、うん、でもなんかうちら今までそのグループ一緒にやってきたけど、うん、なんか喧嘩っていう喧嘩をそもそもあんまりしたこ
してない気がする。ネオジャポニズム自体もそうだし、うん、その前もそうだし、うんうん、結構いい人たち巡り会えてるなっていう印象があって、あ、それはいいですね、うん、なるほど、意外とないんですって。ないですよ。友達とかでもなくない？あんまないですね。穏やかなわけではないけど、もう小学生で終わりましたね。あ、喧嘩？喧嘩お小学生の時メールとかでめっちゃ喧嘩して、お母さんに怒られて、めっちゃ怒られました。あ、メールで喧嘩してた？メールで喧嘩しました。友達となめんなよとか言って、マジで恥ずかしい今思った。そうやな、メールで喧嘩、文面じゃ何の温度も伝わらへんからやっと手に入れた携帯でメールで喧嘩してやばっていう。なるほどね。まあ芸人さんはもう年いったら喧嘩せんくなるしね。いやでももう穏やかよ。大人になってくるとでも、うん、そもそもやっぱ喧嘩ってあんまなくなってきますよね、うん、私はその妹とはよく喧嘩してたんですけど、まあ、家族はまた話変わってくるよね、うん、そう、うん、いやでもこのメール可愛いですね。娘とそうそう、ミスドを店で食べるか家で食べるか。可愛い、どんな喧嘩やねん。もちろんね、軽減税率とかもあるからね、もしかしたらね、テイクアウトの方が安いじゃないのって2% 安いのよって言うかもしれないしね。いやでも仲いい喧嘩と思います、これは、うん、ね、いいと思いますね。さあ続いていきましょう。ラジオネーム、はい、ウーパールーパーさん、私は今福田美優ちゃんの影響でアニメワンピースにハマり、最新話まで視聴しました。そこでワンピース視聴済みの福田美優ちゃんと小倉さんと、ワンピースを全く知らなそうな朝倉愛ちゃんに、ネオジャポメンバーを麦わらの一味で例えると誰が当てはまるか考えてみてほしいです。美優ちゃんは以前自分をウソップと例えていましたが、それは変わらずでしょうか。お互いをよく知るメンバー同士と客観的な小倉さんのご意見楽しみです。なるほど。だ、愛ちゃん知らんやろ。ガチで知らないですね。その誰知ってる？ジンベイ、ジンベイ。あ、ジンベイはあれやろ、ミューちゃんがめっちゃ好きやからっていうでしょ。そうです、そうです。お、ジンベイ、まあ、麦わらはいるわね。麦わらって麦わらのルフィ。分からんの？あ、ルフィ？麦わらのルフィって言うんですか？そう、麦わらのルフィ、うん、そう。え、すごっ。何がやねん。え、違う。え、それがフルネームってことですか？いや、モンキー D ルフィよ。え、ルフィってモンキー D ルフィって名前。猿ってことですか？猿やねんな。そうなん。猿っていう名前が入ってることにも、え、それも25年間意味があったりしたんやけどね。すごいすごい、意味も知らない。で、麦わら帽子をかぶってるからトレードマークで、だから麦わらのルフィって、うん、あだ名というか通りになってるから。すごい、ああそういうことか。であとはゾロ、三刀流の剣士ゾロ、うん、でコックであり、まあ戦闘員でもあるサンジ、うん、で狙撃手であり、まあ、ちょっと嘘つきウソップ、うん、あとナビね、航海士で、ニコロビン考古学者、うん、でチョッパーお医者さんで、ブルック死んで骨だけブルック、うん、でフランキー、うん、ジンベイ、うん、めっちゃいる。ブルック知ってんじゃない、あの骨のアフロみたいな。そう、骨でアフロ多分知ってますね。多分やったら知らんか分からんけど、ね、どうします、誰。そうだな、ルフィはおる。ルフィは、うん、まあルフィを当てはめるならひなちゃんっぽいなと思うけど。あ、なるほどね、はいはいはい。でもどうなんだろう、でもちょっとどうですか、うん、じゃ逆にメンバーから考えると誰が近いかみたいな。そうね、ルフィ、でもルフィ以外なさそうやな、確かに。ねえ、ね、確かに、うん、誰やろうね、瀬戸ミルカはチョッパーじゃないですか。チョッパーか、うん、ほぼペット。そうですね。ペットだけど栄養素するからね、うんうんうん、可愛らしいけど、あのお医者さん、お医者さんやから、そう必要やもんね、絶対に。そうで、すごい、まあ、みさやかちゃん、さやかちゃんは、うん、私的には、うん、難しいな。ジンベイかフランキーじゃない。いや、ちょっと待ってください、そこはちょっと。ジンベイを、ジンベイを嫌だよ。ちょっとやめてください。いや、フランキーはだって船修理するやん。ああ、確かに、あ、大船番って感じやわ。そう、ジンベイはジンベイで船を操作する。ダメよダメよ、それは。ジンベイ守りたい。ジンベイ守りたいってなんだ、ね、まあ一回ジンベイ置いといてもらって、で、じゃあさやかちゃんはじゃあフランキーです、ね、フランキー直すからね、壊れそうな船も全部直して。そうね、確かに、うん、いいね。で、じゃあ愛はね、私的にはね、ジンベイ、なんでやねん、どこがやねん、真逆やろ。真逆でも分からんけど。でも私的にはウソップが一番近いなと思ってて。ああ、いいんじゃない。なんか見るじゃん。え、違うのよ、これ適当に言ったやつ、多分前に、うん、まあまあ適当にウソップかなって言ったやつ。ウソップ。でもなんかこのなんか前にうちらの楽曲を作ってくれてる、うんうん、あのさやさんっていう方がいらっしゃるんですけど、はいはい、その人もワンピースのメンバーに例えてみたいな、はい、
のをツイートしてた時があって、うん、その時アイ、うん、ウソップって書かれてて、なるほどね、まあ、確かにまあ私的にもこの人よく嘘つくし、あ、ウソップって嘘、嘘つくんやけど、うん、ワンピースの面白いところはウソップがついた嘘が後々ほんまになっていく、そう、たまたま降り立った島がでっかい金魚の糞だったみたいな、うん、とんでもない嘘つくんやけど、うん、将来でほんまにそういう島が出てくる、いやでもなんか普通にかっこいいキャラだし、あとなんかムードメーカーみたいな感じだから、うん、そうやるときはやるしね、ああ、そうそうそう、愛っぽいなみたいな、あ、いいやん、愛で、じゃあウソップで、はい、で、みーちゃんは、まあジンベじゃないですか、なんでなそれ、なん、もういよいよなりたいはなんなん、それジンベ好きは最悪いいけど、うん、やっぱあの身長高いし、やっぱ私3メートル4センチあるんですよ、やっぱあ、フランキーの方がでかいで、じゃあそれちょっとフランキーサイボーグやるもんだってえ、で、あとはまあまあ、ちょっとまあちょっと肌の色も青っぽいじゃないですか、私そんなことないよ、白いよ、赤じゃない、どっちかといえば白か赤やんな、うん、あとはまあそうですね、うん、まあ空手昔1ヶ月だけ習ってたんで、全然無理です、全然足りないですやっぱりね、どうですか、ね、全然、まあ、ね、歌うまいもんね、うんうん、やっぱじゃあ、あのブルックで、あ、ちょっと似てるブルックで、ちょっと似てる、骨でお願いしますちょっと似てる、じゃあまあいいや、ヨーホーホーって言ってください、まあまあ、その歌大好きなんですよ、私、ヨーホーホー大好きなんで、ちょっとそれでいきます確かにゾロとサンジがいなかったっすね、あ、確かに、何、え、奥田さんじゃあ逆になんだろう、俺がなんでネオジャポの船乗ってんねんあ、じゃあ、あのワンピースの世界で何しようかな、いや、いやもう、ないないない、恐れ多いよ、波なんで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 、なんで波このおじさんが急になる。いや、そらゾロとかサンジに憧れるけど、ああ、なれないのよ、なかなか。ヨジョさんはでも波に似とるよな。なんでやねん。どこがやねん。いや、アイでも分かるけど、どこが。どこがやねん。あれこそブルックやろ、真っ白で。そうやな、うん。肩が抜かへんブルックや。いやそ、ちょっとそんな感じになりました、今回は。はい。皆さんがね、当てはまる。いや、僕、私はこう思うみたいなもんね、あ、いいですね、いただきたいと思います、うんうん、はい、というわけでたくさんのメッセージありがとうございました、ありがとうございました。それではここで1曲お届けします。こちらも私、福田美優が最近ハマってるアニメのオープニングです。はい、夜遊びで勇者。これは何のアニメ？これは早々のフリーレンっていうアニメ で、さっきのやつはあの薬屋の独り言っていうアニメで、はいはいはい、早々のフリーレンはあれやわ、あっちで見たわ、漫画で読んだわ。ああ、そうなんだ。なんかほのぼのしてるんですよ、そのどっちも、うん、で結構ストーリーもなんていうんだろう、緩やかに進んでいく感じだから、うんうんうん、まあなんか人によっては最初の方で見飽きちゃう人とかも多いんですけど、ね、でも見てると結構ハマりますね。そうね、うん、ストーリーが面白い系ね、うんうんうん、なんか今日ペアルックですね。え、ああ、ニット、うん、そうですよ、ごめんな、ごめんな、なんか仲間ずれし、ごめんなやべ、はい、そうそう、フリーレンのオープニング、はい、あ、アニメのタイトル、あ、了解です。お聴きいただいた曲はアニメ早々フ、はい、アニメ早々のフリーレンのオープニング曲の夜遊び、夜遊びの勇者でした。インターFM ネオジャポのファイトフォーザレディオ、ネオジャポニズムの福田美優と朝倉愛と学生の奥田がお届けしております。さあ、後半はチャレンジ企画のコーナーに参りましょう。はい、今夜のチャレンジは最強地元エピソード対決。イエーイ、はい、世間はねお正月ということですから、地元でねこれ聞いてる方もいらっしゃるんじゃないですか。はい、帰省するんですか。あ、ま、お正月近辺はねお仕事あるやろうから、うん、まあ、真ん中頃でちょっと落ち着くじゃないですか、大体。そうですね、私うん、大阪土日で行くんですけど、うんうん、月曜日から岡山帰省します。ああ、いいっすね、うん、先に岡山行っといて、そう、行っといて、お仕事前にね。そうです。ああ、いいやん。そう、大阪まではね他人の金で行けるからね。いや、違うんですよ、全部行けちゃうんですよ。え、嘘やん。本当なんですよ。本当なんですよって言われて、あの優しいんで。あ、そうなん、まあ、たまには帰っとけよと。そうです。ネオジャポニズムは福利厚生がしっかりしますね。ですね、いいことですよ。はい、帰んのみーちゃんは。
あ、私はあのちょいちょい帰ることがあるんですけど、まあそうか、そんなに距離があるわけではないもんね。そうですね、岡山ほどね、うんうんうん、なので、会える時は一日でも帰りたいっていうのがあって、いいこと、親御さん嬉しいと思いますよ、うん、それは そういうので帰ってるので、うんうん、まあ、あれなんですけど、あのやっぱりあれですね、年末年始もやっぱり会いたいなって思うんですけど、はい、親とかの仕事だったりするのもなかなか、確かにね、うん、いやーそうやね、俺も、うん、まあどっかで帰ろうと思ってるけどね、うん、うん、ということでね、地元に帰って地元の友達あるいは家族で盛り上がる地元ならではのエピソードというのが、うん、やっぱ2人もね、1つか2つか3つか4つかあると思います、うん、そこでこれから千葉県出身のみゆちゃん、岡山県出身のあいちゃんにはそれぞれ地元ならではのエピソードを披露していただきます、地元にまつわることなんも何でもいいです、何でもいいです、それぞれの地元エピソードを僕が判定して、うん、もうおい、いいやんと、行きたいやんってなるかもしれないし、ああなるほど、いや行くん怖っってなるかもわからへんけど、どっちにしてもインパクトがあれば勝者となりますんで、いやー、はい、最強地元エピソード披露していただきたいと思います。はい、これね、一つあります、沖縄出身の番組スタッフさんの地元エピソードです。お、沖縄、小学生の頃通っていた学校の近くで沖縄のお菓子チンスコを小学生たちに配っている謎のおじさんがいました、小学生たちは喜んでそのおじさんからチンスコをもらっていたんですが、誰かが学校でそのチンスコを食べているのを先生に見られてしまい、チンスコおじさんの存在が先生たちに知れ渡って以来、チンスコおじさんからチンスコをもらうことが禁止されると、小学生たちはおじさんからチンスコをもらわなくなった、おじさんからチンスコをもらわなくなったため、おじさんは姿を消した。あのおじさんは一体何だったんだろうかと大人になった今でもふと考えてしまう。すごい、どっかにチンスコを渡しにまた旅に出会ったんかな、チンスコを受け取ってくれる子供がいる地域に。まあなんかそういうのいますよね、おったおった謎のおじさんは。いるの、おったよ、すごい、俺らが子供の頃は。でも私もいたかも、土下座おじさんみたいな、うん、土下座おじさん、怖い、あ、やばいやばいやばい、なんでなんで、何の土下座。いやこれはなんか女子高生だけを狙った、うん、おじさんの話なんですけどいやもう行きましょう、はいさあそれで行きましょうか、それでちゃう、あ、マジか、じゃあこれで行きましょう、ね、じゃあみゆちゃんの地元エピソードお願いします。はい、いやどうだったっけな、うん、そう、女子高生だけを狙った土下座おじさんっていうのが流行ってるので、うん、はいはい、気をつけてくださいって私女子高校やってたんですけど、はいはいはい、言われて帰りの時とかに、うん、で土下座おじさんってなんだろうね、うん、でマジで怖いねみたいな言いながらその電車に向かうじゃないですか、うんうん、で それで、他の学生とかも、うん、学校の子とかも多かったけど、うん、そのいろんな学校の人とも私も友達にいたので、うん、そういうのでもやっぱ土下座おじさんっていうそのワードは話になるぐらい出てはいたんですけど、はいはいはい、ね、私は実際見たことなくて、うん、でもその友達一人だけ遭遇したんや、遭遇した子がいて、うんうん、その子曰く、うん、そのコンビニで買い物をして出てきたらいきなり土下座をしてきたおじさんがいて、うんうん、なんか覗き込もうとしてきた。あ、そういうこと。ああ、なるほどね、はい、うわ、なんかもっとなんかお願いをするんかと思ってた。いや、多分覗き込もうとしてきて、ずっとそのまま引きずってこうやってきて、で移動してもついてくるから。土下座でついてくんの。ついてくるからめっちゃ走らないといけないみたいな。早いんだ、ちょっと走らないといけないってことはちょっと早いんだ、土下座で、っていう噂がありましたね、うん、あら、土下座おじさん、そっち系の怖さでしたね。あー、怖い。なるほど、いいんじゃないですか。はい昔いましたよね、なんかあのね、あの金網、溝のさ、うん、金網の下に人がおって、怖い、そうそう、でも盗撮というか覗く人がおって捕まったのよ。そらね、捕まるやん、うんうん、捕まった時の供述が生まれ変わったら溝になりたいやって。怖い、もうすごいよな、マジで怖い、生まれ変わったら溝になりたい、マジで怖い警察にどんな表情で言ったんやろな。いや、もうそんな人埋まってると思ったら下見て歩きたくないですね。そうね、まあそんなもありましたけれども、はい、はい、じゃあみゆちゃんの地元エピソードは、待って、これって怖い系でいかない。いや別に何でもいいよ、自分が思うやつで、岡山。じゃあ続きまして、はい、いいですか、もう、はい、私、はい、じゃあ愛ちゃんお願いします。
はい、あの私地元をトークするときに前にも言ったんですけど、うん、アシューザンハイランドの話を、うん、アシューザンね、行った行った俺、あ、本当ですよね、このロケで、マジで聞いてください、うん、あの昨日の夜アシューザンハイランドって一応調べたんですよ、うん、学天則出てきて、うん、はにゃってなりました。いや、それ行ったもんロケでこの間。そうそう、うんうん、まあ、まあそれは置いといて、うん、あの新しい情報を持ってきました、うん、アシューザンで、はい、はい、あのアシューザンハイランドいろんな遊園地、遊具、うん、とかたくさんあったり、プールとかもあったり、うん、スケートとかあったりするんですけど、うん、まあ、その中で中四国に唯一あるバンジージャンプ、まあ、バンジーあるね、そう、あるんですけど、うん、あのこの前私のファンの方で、うん、なんか愛ちゃんが紹介してたアシューザンハイランドテレビ出てたよって言われて、うんうん、え、どういう紹介だったのって言ったら、うん、あそこのバンジージャンプ、うん、をやると売れるらしいよ、うん、愛ちゃんやってきてって言われたんですよ、うんうん、だから売れる売れる、あ、売れる、売れるらしいんですよ、うんうんうん、だから全然興味なかったのに、うん、今めっちゃやりたくて、うん、あ、そうなん、そう、でも個人的にやるのはちょっと意味わかんないんで、確かに番組とかで、確かにね、やりたいんで、うん、ついていってください。ネオジャポ道場、はい、YouTube 岡山なかなかいかんで、うん、旅費活用やばそう。なるほどね、そう、行ったよアシューザンハイランド。え、どうでした、何やりました、なんか ST48 っていうグループの子とペア組んで、うんうんうん、あの絶叫マシン系が結構あると、うん、そうです、そう、だから、2チームに分かれて、うん、幼女と誰か俺と誰か、すごい、あの言うたら向こうが乗ったやつは乗れないと、うんうん、で、そのマシンによって乗ったらもらえる点数が決まってると、でより多く怖いのに乗って点数を稼いだ方が勝ちみたいな、っていうのやって、何乗ったやろ、え、立って後ろ向きのやつ乗りました？あ、後ろ向きはなんかあの時間によってあるらしくて、あ、そうなんだ、そう、逆回転が、だから前向きの方しかなかったけど、うんうん、その何が怖いってちょっと古いねんな、あ、そうなんですよ、アシューザンハイランドって言ってたよね、そう、ちょっと古くて、うん、ちょっと錆びてんねん全体的に、うん、あの潮風に当たってるから。なんかその愛からその私は行ったことないんで話を聞くと、うん、あのまあ、絶叫も怖いって思うけど、うん、でもどっちかといえば崩れるんじゃないかっていう不安の方が大きい。だから絶叫はさすがにメンテナンスしてるなって思うやんか、うん、だから逆に観覧車とかがめっちゃ怖い、ね、そうなんだ、ずっと音鳴ってるしギーギーで長い高い山の上にあるから、うん、長いですよね、長いね、でその高さ出したいんか知らねえけど、そのエスカレーターが全くないから階段がきつい、そうなのよ、ずっとそう、そう、 あと全く映えないトリックアートみたいな、ここマンホールの穴みたいなのがあってその上にマンホール落ちそうみたいな感じあったりするのよ床に、うん、全然そう見えへんねやんかそのただただ絵が描いてるなって思うだけで立ってもそうは見えへんっていうトリックアートもいっぱいあって、意味わからんさが怖さを増してきよるそう、高いところをゆっくり自転車で漕ぐのがいっちゃう怖い、あ、途中で途中でちょっと途切れてるとこあんねんから怖ってなんねん、え、乗りました、スカイサイクル、うん、乗ったの、白が乗った、あ、じゃあそれは幼女が乗ったんや、幼女チームが乗って、うん、その言ってたその、うん、点は低いのよ、うんうん、穏やかやから、うんうん、確かに穏やか、おい、帰らいってって言ってた、怖さに対して点低すぎるやろこれって、そうなんだ、うん、あと何やったやろな、まあ、マシューザン面白かったなっていうね、あとなんか回転しながらこうバーって進んでいくコースターみたいなのがあってやんか、うんうん、で、これも乗って前行くんかなって思ったら急にバックして、急に真上向き出して、で真上に行って真上からギューンってなって進んでめっちゃ回転して先で止まって、なんか知らんけどその、うん、パナマ運河みたいになんかウィーって上に上げられてでそこからもう一回回転しながら下げられて、その全部予想と違う動きされて、すごい、ずっとこれなんやねんってずっと言ってるこれなんやねんだからって、でも怖そうっす、怖いのは怖いよ、うんうんうん、ああ和習さんね、面白いじゃないですか、ああなるほど、勝者愛ちゃんでいきましょう、ありがとうございます、和習さんで、和習さん、和習さんね、で私それで売れるって聞いて、うんうん、あの和習さんバンジー売れた人みたいな、うん、めっちゃ調べたんですけど、うん、マジで出てこなくてあれ、ね、いやそんなことないやろあれ、ね、いっぱい写真飾ってたでバンジーのとこ、俺は飛んでないけど本当ですか、うん、へえ、確かに全員が全員売れてたかどうかちょっと出てこなかったです、ね、怪しいとこではあるけど、まあまあいいんじゃない、うん、一回ね、じゃあせっかくなので兵庫県出身の、じゃあ僕ね、はい、じゃあ宝塚なんですけど兵庫県の宝塚にもね、宝塚ファミリーランドっていう、もうないんですけど、あの
あったんですよ、うん、遊園地が。もう遠足とか、まあ、大体そこみたいな。もう子ども会っていう地元の子どもたちの集まりとかで行くのとかも絶対そこ。スケートリンクがあったりとか、うん、なんか動物園があったりとか、うん、まあ、USJ ができた瞬間にあの関西にあったそういうちっちゃい遊園地は全部ぶっ壊れてんけど、うん、全部 USJ に取られてんけど、うん、ただでも入れるルートとかがあったのよ。お、うん、明らかに穴開いてて、うんうん、金網みたいなところにこそっと入れたりすんねんけど、あのそこにホワイトタイガーっていう、白いトラかわいいがおったんよ、うん、それが目玉やってんけど、うん、あのホワイトタイガーある時行ったらホワイトタイガーがガリガリに痩せてて、あ、潰れるなって思ったっていう話です。でマジか。その1週間後ぐらいにあの閉園発表してたから、え、それちょっと嫌な話ですね。うん、あ、ホワイトタイガー痩せてるわって、うわ、潰れるなって。うわ、で本当に潰れた。本当に潰れた。今でっかいニトリになってる。嫌だマジ。そう、うわ、悲しいよね。悲しいですね、思い出の土地が、うん、でも宝塚はね本当にあのラウンドワンを潰した町やから、うん、ユニクロとラウンドワンが潰れたんよ、うんうんうん、もうだから人がいない。え、そういうこと。潰れたって何。あ、もうない、撤退。あ、そうなの、ね、あ、ここじゃ商売にならんと。あ、もう宝塚にはもう何もない。人がいないんですか。いんねんけどね、うん、だって宝塚歌劇というとんでもないコンテンツを持ってるから。あ、そうですよね。うん、いやけどあの、うん、なんだ、宝塚歌劇場がある周りの土地とかが、うん、そのなんやろな、家とか、うん、なんか宝塚歌劇の邪魔をしないようにって遠慮して建てる感じがすごいね。へえ、行ったことないんですけど、うん、でもあの大阪の隣でしたっけ。兵庫県は隣やね、一応。そうですよね、うん、宝塚っていう地域はあの、うん、その大阪に近いんですか。近い。宝塚は、うん、阪急電鉄っていう電車があって、うん、それが京都にも行けるし大阪にも行けるし神戸にも行けんねん、うん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 、で宝塚に松岡修造のおじいちゃんの小林一三っていう人が住んでたんよ、うんうん、だから都会から自分家までをつなげたんよ。あ、そうなんだ。そうだからどこにでも行けんねん。そうなんだ。どこにでも行けすぎて発達しない。あ、もう宝塚で遊ぼうってならない。そう、神戸も30分ぐらいで行ける、大阪も30分ぐらいで行けちゃう、うんうんうん、宝塚も住むだけのとこ。ああ、なるほど。いや、なんか一回だけネオもあの リリースイベントで兵庫県に行ったことがあるんですけど、うん、いや その時は多分大阪から結構近いところで、うん、あ、西宮とかちゃう、多分。あ、そうですそうですそうです、うんうん、で、あのその辺は結構ファミリーとかも多くて、うん、あのすごい過ごしやすそうな場所だなっていう。あ、西宮はもう高級住宅地やしね。うん、でもそうなんだ。そこからもうちょっとね、上に上がると宝塚知ってるのがあるんだけど、ちょっと穴場になっちゃった。穴場になっちゃった。ちょっと穴場になっちゃったね。ウィルキンソンってあれやん、炭酸の。うんうんうん。あれ宝塚が発祥なのよ。そう、宝塚が温泉でんねん。で温泉の炭酸が炭酸水でなってんねんけど、全く押さへんやろ。押せよ。確かに。ウィルキンソンだってみんな知ってるやん。そういうの押していけば。ウィルキンソンフェスやれよ。いや、でもそれどうなんすか。どういうフェスですかそれ。だからなんていうの、あの。ウォーターフェスみたいなの、夏に水ぶっかけまくる、うん、水着のそういうバーって、うん、炭酸水でやれよ。いいやん、いいね、それは。しわしわ。でもなんかな、プライドあんのかな、ちょっと上品なんですみたいな声出したいね。何してんねん。ちょっと乗り込んできてください、今度主催者、うん、主催者でネオも呼んでいただいて、それでフェス、フェス、そう、あの地元フェスやって、それやりましょう、うん、炭酸水、うん、ぶちまけ、ぶちまけフェス。2個上ぐらいの人のお母さんが市長やった時があるやんか、うん、宝塚の、うんうん、その時はなんか普通に話できてんけど、あ、変わった。いや、頑張ろう。大丈夫、できます、できます。いけるかな、市長に。いきます。花火大会とかもやめたからな。すごい。じゃあもう削減削減方向なってんね。ダメかもしれない。ちょっといや、でも私たちはいつでも行くんで、ね、ちょっと主催やっていただいて。楽天層が上だとネオジャポニズムで嘆願書出して通る。いや、大丈夫です。市長、酔わない。いや、もっと酔いましょう。いっぱい、100組ぐらいおるかな、宝塚出身。いや、そうなんですよ、宝塚盛り上げたいですけどね、本当に、まあ、地元ね、みんなで盛り上げていきましょう。はい、はい、というわけで本日は最強地元エピソード対決をお届けしました。それでは今日最後にお届けする曲です。はい、ネオジャポニズムでブラック&、え、なんていうのこれ、ホワイト、あ、すいません、ブラック&ホワイト。絶対分かってた。違う違う、ブラック&ホワイトかなと思って、どっちかなと思って、ブラック&ホワイト、そう、どっちかなみたいな。めっちゃいい発音だよね。ブラック&ホワイト、ブラック
ックンワイって。ネオジャパニズムでブラックンワイ。いいやん。あ、いいじゃん。撮り直す？いや、やめてください。ちょ、急にめっちゃいけるやん、ね。ネオジャパニズムももっと言えるやろしな。ネオジャパニズムで、うん、ブラックンワイ。いいじゃん、いいじゃん。あ、いいじゃん。急に。急に。はい。あ、僕ですね。はい。インター FM ネオジャパのファイトフォーザレディオ、そろそろエンディングのお時間です。はい。今日はなんかすごい長く喋った感じがするんで。本当ですね。多分 YouTube の方盛りだくさんじゃないですか、うんうん、きっとね。だいぶだから逆に本編に入りきれてないのがたくさんあると思うんで、うん、何が本編に入るのか怖いですね。絶対あそこ、はい、あの部分は入らないそうやな、ただの事件やねんなただのニュースで見た時にもうわーってなるやつよ。見応えあるかもしれない。確かにな、うん、ということでね、じゃあネオジャパからのお知らせお願いします。はい、ネオジャポニズムからライブのお知らせです。日付変わって今日1月3日は2024年ネオジャポニズムライブ始めアイドル甲子園プレミアム2024はいアイドル甲子園プレミアム2024ナイトに出演。お、場所は Spotify オーイーストです。一緒にネオ始めしましょう。そして1月7日日曜日は辰巳さやか生誕イベント、うん、これやねんな、はい、ねえうしとらう辰巳バースデーパーティーを開催、うん、渋谷 WWX にて12時開演です。さやかちゃんらしい生誕ライブになると思いますので一緒にお祝いしましょう。これタイトルはもうこれでいいの？これ初めて言った時痺れてんけど。なんかネオジャポの、うん、生誕祭のタイトルっていうのを運営さんが1年目にみんな分考えてて、うん、そうだ、そう、愛だったら、うん、愛ダイナソーなんですよ、はいはい、でミルカちゃんはミルカでポンで、うん、ひなちゃんはあすいませんみたいなタイトル で、うん、で私はあのミュータントタートルズっていう、あそうだ、あ、うんうん、でさやかちゃんがこれだったんですけど、あそうだ、俺よかった、その年末に聞いた時に何も言われへんかったんけど、うん、本人たちが考えてたら申し訳ないから、うん、よかった聞いて、えぐいぐらい出さないこれ。いやまあそれはいやでもその話題はちょっとあって、あの私なんかは映画見てないのにしかも勝手に神にされてどういうことやねんっていうことで私勝手に変えたんですよ、うん、あ変えたんや。今年からも普通になってるよね、普通のフラミユ生誕イベントみたいな、みたいな、ね、だから多分みんなは、うん、まあそれで通ってきてるけど納得いかない人がこうやって変わってきたりして、そうだよやでもさやかちゃんは楽しんでこれを言ってます。あ言ってんねや、なるほどね。あでもよかった、本人が考えてない買ったらなんか言いやすくなった。そう考えてない、ね、うん、見た瞬間目飛び出るぐらいダサいと思った。でも 見るだけであの本人じゃないって分かりません。そうだからそこが、まあ、わかんなんとも言われへんやん。そうだね、でもあの時は、うん、あのさやかちゃんこっそりあの辰巳のとこだけみんなで言ってほしいみたいな言ってたんで言ってたから、だからちょっと罪を周りに分散させようとしてたね私一人が背負うわけにいかんと。確かに、なるほどね、うん、あよかったです安心しました。はいはい、また番組ではリスナーの皆さんからのメッセージを募集中。メッセージは音声プラットフォームオーディにある番組ホームページのメッセージフォームからお願いします。そして番組を聞いた感想を SNS の X でポストするときはハッシュタグネオジャポラジオ、ハッシュタグカタカナでネオジャポラジオでお願いします。はい、また音声コンテンツを楽しめるアプリラジオクラウドとオーディでは放送した音声のディレクターズカットバージョン、そして日付変わって今日水曜日の21時からは収録の模様を YouTube 動画インター FM 公式チャンネルでアップします。そちらもぜひご覧ください。はい、あなんかちょっと胸がスッとしました。よかったよかったです、よかったよかったはい、というわけでネオジャパのファイトフォーザレディオ、ここまでのお相手は学天則の奥田と福田美優と朝倉愛でした。せーのことやろー、よかった